競い合うように領土を広げ、各地で火花を散らすネガネビラスとオーロラオーバル。大天使ミカエル消滅後も依然沈黙を続け、鉄壁の守備の中にこもるオシラトリユニバース。一つ変化があったとすれば、オシラトリがイコール加速研究会であることをもはや隠そうともしなくなったことで、領土戦にあのブラックバイスやラストジグソーも姿を見せるようになったことだ。やがて優勢になったネガネビラスはオーロラオーバルの本拠地たる中央区エリアを陥落させたけれど、その直後から紫の王パープルソーンは雲隠れし、行方がわからなくなってしまった。戦況は再び停滞し、そしてよく晴れた3月のある日のこと。ニコは僕と黒雪姫先輩を呼び出して、その口を開いた。私は今日で加速世界から引退する。私が幼女に出るのは知っての通りだ。もう明日には迎えが来ることになった。必要ね。湿っぽいのは嫌いだ。ネギオンが半端な状況で抜けるのは本意じゃねえが、仕方ない。ただ黒の王、あんたに一つだけ頼みがある。なんだ？このスカーレット・レインの首、シルバークローに落としてもらいたい。それを許してほしい。ブレインバーストっていうゲームが私にとってどれだけの意味があったのか、言葉になんてできやしねえ。この記憶がある限り、きっと辛くて楽しい思い出にいつまでもしがみついちまう。私は弱いからな。だから捨てる。きっぱり終わらせてくれ。ブラッドレパードは何と言っている？私がそうしたいなら止めはしねってよ。本当はパドに首を落としてもらおうと思ってたんだけどよ、それは拒否された。あいつポイントはたんまり溜まってんのに、意地でもレベルアップしねえつもりだ。レベル9にならなきゃサドンデスルールもないからな。それで春雪くんにか。後味が悪い役目を頼んですまねえな。ふん、春雪くんに頼まずとも私が解釈することも可能だぞ。貴様の首さえ落とせば晴れて私もレベル10だ。ああ、それも悪くねえかもって少し考えたけどな、レッドライダーに続いて2代目まで黒の王にやられたとあっちゃ、私だけじゃなく元プロミのメンツが丸つぶれだろ。すまね、勘弁してくれ。冗談だ、頭を上げろ。そういうわけさ、黒、私の首を切ってくれ。あんた結局いつだって私のわがままを聞いてくれただろ。悪いな、頼む。めんどくせえやつ。わったよ、このスカーレット・レイ、最後のデュエルはシルバークロー、てめえと命がけのガチンコ勝負だ。文句ねえだろ、てめえも見届けろよ。無論だ。私が勝ったらその時こそ黒いの、あんたにこの首やるよ。クロウの仇として撃たれたってことなら少しはメンツも立つだろうさ。心配するな、勝つのはシルバークロウだ。邪魔が入らないように3人で直結するぜ。私の全てをかけてやる。行くぜ、バーストリンク。
負けませんよ。イモービルフォートレスの意味を教えてやるよ。行くぞ。はっ、せやっ。覚悟しな。ちょっと待って。行くぞ。はっ、せやっ。僕の勝ちだ、スカーレット・レイン。たく、てめえひよっこだと思ってたのに、いつの間に私より強くなりやがったんだよ。正真正銘てめえに負けた。何も悔いはねえよ。ほら、さっさととどめを刺せよ、レイン。何グズグズしてんだよ。さっさと私にとどめを刺せ、シルバークロー。できないよ、レイン。楽しかった思い出を全部消すために倒すなんてやっぱりできない。無理にアンインストールする必要なんてない。またいつか一緒に遊べるかもしれないじゃないか。僕はドローを申請する。ドロー。そうだよ、ニコ。遠く離れてもブレインバーストをインストールさえしておけば、またいつか一緒に遊べる。こうやって本気で戦える、こんなに楽しいんだ。無理にアンインストールする必要はないだろう。何より僕がニコにブレインバーストを失ってほしくないんだ。諦めろ、赤いの。貴様の加速世界への未練はクローにすっかり見透かされている。てめえはよ、クロー。私が首を差し出すって言った覚悟がどれほどのもんか、ちっとも分かってねえんだよ。そうかもしれないね。でもこれが僕の本音だよ。たく、しょうがねえな。それほど私と離れるのが嫌だっつうなら、ドロー申請受けてやってもいいぜ。ニコ、仕方ねえだろ。お兄ちゃんが私との絡み合いの味を忘れられないっつうならよ。え、いや、それなんか違うような。遠慮すんな。また東京に来た時にはたっぷり可愛がってやるから期待してろ。こら、赤いの、調子に乗るなよ。クロウもさっさと離れろ。キッキッキー、嫉妬してやんの。クロウ、遠慮するな。そいつにとどめを刺してやれ。できるもんならやってみな、お兄ちゃん。こうしてスカーレット・レインはブレインバーストを封印し、新しい家族のもとへと引っ越していった。加速世界で再び相まみえることを固く胸に誓って。そして迎えた3月13日、卒業式を翌日に控えた日の放課後、僕は先輩と人気のない静かなカフェテリアで向き合っていた。明日はバタバタしているだろうから、
ここでこうして君と過ごすのもこれで最後かと思うと感慨深いな。ありがとう。しかし人は誰もが卒業し次のステージに行くものだよ。君も知っての通り、私があのゲームをプレイできるリミットが迫っている。私はゲームクリアを目指してここまでやってきた。レッドライダー、イエローレディオ、ブルーナイト、グリーングランデ、レベルナイナーを4人倒すところまでこぎつけ、レベル10到達まであと1人。しかし正直、もうレベル10に達するのは難しいと思っている。なんだ？私がそれを良しとするとでも？それにな、春雪くん、私が狙いを定める最後の一人は実はすでに決めていたんだ。何年も前からな。白の王、私は何としてもあいつを倒したかった。全てを清算するために。話すと長くなるが、そうだな、私が仕えた最初で最後のレギオンマスターが彼女だったということは伝えておこうか。ああ、とある事件でたもとを分かつまでは私と白の王の関係は良好だったんだ。その事件、ビリジアン・ポップハート断罪事件を知る者も今や数少なくなってしまった。無理もない、加速世界では遠い昔の話だ。彼女は白の王のリアル知人でな、私も加速世界を通じて仲良くなった。陽気なやつで、あの頃は本当に楽しかったよ。しかし心が弾むという楽しげな名前は実は彼女の心の傷をさらけ出すとんでもなく不吉で皮肉な名前だったのさ。ポップハート、すなわち心臓が破裂する。彼女は生まれながらに心臓に血管を抱えていたんだ。やがて心臓の大手術が決まった彼女は現実に怯え精神を病んでいった。このままでは成功する手術も失敗してしまう。私は何とかしてポップハートを元気づけようとした。加速世界で共にトラウマを乗り越え強い気持ちで手術に臨んでもらいたかった。しかし白の王は手術の日の前夜、彼女をビリジアン・ポップハートをジャッジメントブローで消し去ったのだ。奴はにっこりと笑いながらこう答えたよ。だってその方が幸せでしょとな。おそらくそうすることでトラウマの根本を立てると思ったのだろう。事件との因果関係は不明だが、実際手術は成功した。しかし私は激怒した。トラウマとは誰かの手で消し去るものではなく、自ら乗り越えてこそ意味があると思うからだ。そうしなければいつまでも人は成長することができない。ポップハートのような宿命を背負った人間にこそ私は強くなってほしかった。事件の後、私は白の王のレギオンを抜けた。そしてその後、私は彼女をいや、何でもない。この先を話すのはやめておこう。とにかく私にとってこのゲームは良い思い出だけじゃない、忌まわしい記憶もあるのだということを君に知っていてほしかった。そして春雪くん、君に私の記憶を消してもらうために今日はここに呼び出したのだ。君も災難だな。赤いのに引き続き私にまでこんな役目を負わせられるとは。身勝手な願いだということは重々承知している。しかし加速世界での最後の対戦相手は君がいい。
しかし君にとっては不利益だらけだ。勝てば親殺しの汚名を着せられ、負ければ記憶ともどもブレインバーストを失う。ありがとう、春雪くん。私のわがままに付き合ってくれて。誓って手加減などしない。私と一対一での決闘、受けてくれるな。いろいろと身支度もあるだろう。決闘は今夜、誰にも邪魔されたくはないからな。春雪くんの家にお邪魔してもいいだろうか。やあ。うん、お邪魔するよ。どうした？さてと、あまり遅くなるのもなんだ。早速始めようか。それは君の記憶のことかい？それとも私の記憶のことかい？そうか。私の記憶がなくなったとしたら、君はお返ししてくれないのか。冗談だ。ありがとう。ただ一つだけ付け加えておくと、私はたとえブレインバーストを失おうと、君を忘れるとは思えないな。彼女じゃダメなのかい？すまない、君が真剣な時に。だが君の言い方ではまるで死亡フラグじゃないか。少し笑ってしまったぞ。わかっているさ。ありがとう。私も君と同じ気持ちだよ。うん。はあ、さてと、始めようか。シルバークロー、いや、春雪くん、君とこうして対峙できたことを私は誇りに思う。僕も先輩の最後の相手に選んでもらえて光栄です。辛いことも多かったと思うが、よくここまでついてきてくれた。感謝しているよ。私の子になってくれてありがとう、春雪くん。僕の親が先輩でよかったと心から思っています。君に教えられることはもう何もない。今となっては言葉は無益だ。あとは拳を交えてお互いの技を感じ合うのみ。行くぞ、春雪くん。はい。
負けませんよ。本気で相手をしよう。覚悟しろ。ちょっと待って。行くぞ。はっ。せいつの間にこんなに強くなって。君の目はあの日スカッシュゲームで見た時と寸分も変わらない。まっすぐで一途で、やっぱり私は君を選んでよかった。ドローを申請します。拒否する。君が私を倒さないなら、私が君を倒すのみ。僕はドローを申請します。拒否する。ドローを申請します。拒否すると何度言わせるんだ。優しさは時に残酷だ。今の君がまさにそうだ。優しくなんてありません。僕はわがままなだけです。僕は先輩ともっと一緒にいたい。あなたを失いたくない。それは無理なこと。ここでもリアルでも私は君の前から姿を消す運命だ。どこにだってあなたのいる場所に僕は飛んでいきます。レベル10になってどこまでも飛べる翼と最高のスピードを手に入れて先輩のところへ行ってみせます。バカを言うな。誰かがレベル10に到達した時点でゲームクリアの可能性もある。不可能だと思えることも心の強さで可能に変えられる。それはあなたやみんなが僕に教えてくれたこと。僕は絶対あなたのところへ飛んでいきます。ドロー申請を受けてください先輩。負けたよ。私の乾杯だ。言う通りドローに応じよう。先輩。おっと待て、クロー。今勢い任せに接触して万が一ダメージ判定が出ると私はポイントゼロになる。あ、すみません、離れます。胸の疲れが降りた気分だ。そうだな、ゲームは楽しむものだな、春雪くん。はい。行ったからにはさっさとイギリスまで来るんだぞ。私をあまり待たせるな。待ちくたびれたら、そうだな、イギリスでブレインバーストを流行らせる方法でも考えようか。イギリスで？うん、イギリスにもソーシャルカメラが導入されていたはずだ。カメラがないところは推測補完機能もあるしな。先輩なら本当にやっちゃいそうな気が。無論可能性があるから言っているんだぞ。その口ぶり、まさかブレインバーストの管理キーのありかを突き止めてたりなんてしてないですよね。それは秘密だ。君がイギリスまで来ることができたら、ご褒美にちょろっとくらいは教えてやってもいいぞ。そんなこと言われたら頑張るしかないじゃないですか。待っているぞ。さて、では君の言う通りドロー申請を受けようか。その前に一つお願いがあります。なんだ先輩。
今ここで僕と握手をしてください。握手ならダメージ判定もされないでしょ。酷なことを言うな、君は。そうですか。その刃のような手でも握手ができる方法ありますよね、先輩。まったく君には勝てないな。先輩は苦笑すると、やがて静かに、でも強い心で真意を右手に集中させた。そしてやがてブラックロータスの鋭い刃は細い5本の指に変わり、握りしめたその手は確かに温かかった。そのぬくもりを残し、翌日先輩はイギリスへと旅立っていった。そして数ヶ月後、僕はネガネビラスのレギオンマスターとなり、銀の王と呼ばれるようになった。シルバークローが赤の王、黒の王を退けたという噂は瞬く間に広がり、ネガネビラスへのレギオン移籍希望者は加速度的に増加。圧倒的な数で優位を誇るネガネビラスと沈黙のオシラトリユニバースの睨み合いが続いていた。そんな時、雲隠れしていた紫の王が今まさに復活しようとしていた。紫の王が揺さぶりをかけてきているね。春に関するネガティブな噂を流しているよ。銀の王は大嘘つきだってさ。ひどい、何それ。銀の王はスカーレットレインもブラックロータスも倒してはいない。前王の情けによってドローで見逃されただけだと情報が流れてる。嫌な感じ。春はきっちり勝敗をつけた上でドロー申請したんじゃない。両王と春の関係をよく知っているメンバーの心は変わらないけど、クローの強さに憧れて入ってきた新参メンバーは失望してる。彼らは王を二人も退け、一心にレベル10を目指す銀の王に過剰な期待をしていたからね。ネガネビラス脱退を考え始めたメンバーを取り込んで、オーロラオーバルは勢力を盛り返すつもりでいるらしい。もうみんな勝手なんだから。仕方ない。銀の王はレギオン移動に寛容、そこを突かれた。同感、異論はない。有田さんの考えを理解しているレギオンメンバーもたくさんいます。今は足元を固めていけばいいのです。それと興味深い情報が一つ。新興レギオンのレギマスに面白いやつがいてね。彼がもうすぐレベル9になるらしい。うん、巷ではちょっとした噂だよ。レベル9に到達する速さは今までのどの王をもしのぐかもしれない。朗報、銀の王のいいライバルになるかもしれない。いえ、有田さんだんだんサッチンと似てきたなと思っていたところなのです。白の王はともかく、紫の王が復活し進行勢力も迫ってきている。停滞した加速世界が銀の王の行動一つで大きく動くかもしれません。皆さん、お待たせしました。準備ができたようなのでそろそろ行きましょう。あら、ごめんなさい、お取り込み中だったかしら。ええ、いつものように下の駐車場に停めている車から加速するよう言ってあります。今日はカラスさんから重大発表があるっていうから
あの子ったらそわそわしちゃってなだめるのが大変だったのよ。そうそう、何重大発表って。春、最近は遠距離の飛行訓練ばかりしていただろう。そのことに関係するんじゃないのかい。そういえばこの間シベリアのど真ん中まで飛んでゲージ切れを起こして帰ってくるのが大変だったって言ってたよね。シベリアですか。ソーシャルカメラが導入されたという話は聞かないのですが。素晴らしいのです。レベル9の有田さんの飛行可能時間とスピードをもってすればぐんとフィールドが広がるのです。それで帰りのゲージを貯めるのが大変だったんだよね。さあ、重大発表も気になるけれど、そろそろアッシュと待ち合わせの時間です。きっと首を長くして待っていますよ。了解。アンリミテッドバースト。おせえんだよこのツルピカヘアーズ。どんだけ俺様をウェイティングさせんだこの野郎。すみません。おかしいな、待ち合わせの時間通りにダイブしたと思うんだけどな。アッシュ、あなたが待ちきれずにフライングしたのではなくて。いやだって師匠、こいつがビッグでヘビーな発表だなんて思わせぶりなこと言うもんすからね。えクロウ、そろそろその重大発表を聞かせてくれてもいいんじゃないの。うん、それがさ、これからみんなでブラックロータスに会いに行こうと思って。会いに行くってロンドンまで行くのですか。本当はそうしたいところなんだけど、僕の今のレベルの飛翔時間とスピードだとどう頑張ってもロンドンは無理なんだ。それで途中のイスタンブールで先輩と待ち合わせることにしてあって。それはロータスもイスタンブールまで来るということ。はい、海外でもソーシャルカメラがあるところはステージが構築されていてエネミーもいるらしいんです。それで先輩、ついに苦戦していたペガサスをテイムしたみたいで長距離移動が可能になったって言ってました。すごい、やっぱり先輩はあっちに行ってもやることが派手だな。ペガサスをテイムしちゃうなんて。ゆうべダイブコールでサッちゃんと話をしてばかりだけれど、そんなこと匂わせもしていなかったのに。きっとみんなを驚かせたくて黙っていたんだと思います。なんといってもブラックロータスとして会うのは久しぶりですから。向こうはエネミー狩りしかやることがないらしくて、先輩今日をすごく楽しみにしていたんですよ。言ってくれてもいいのに、もう水臭いんだから。それで僕らはどうやってイスタンブールまで。二人一組で俺が抱えていくよ。試算するとイスタンブールまでは往復1時間くらいだと思う。後の人にはしばらくここで待っていてもらうことになるけど。しゃあ、俺様一番。あ、万が一途中でゲージ切れ起こしたら殴って必殺技ゲージを貯めさせてもらうんで、そこのところよろしく。へ、じゃんけんで決めよっか。そうだよ、みんな早く先輩に会いたい気持ちは一緒なんだからね。まずはじゃんけん。こうして僕は勝ち抜けたベルとメイさんを抱えて大空へと飛び立った。アジアとヨーロッパの境に位置するイスタンブールへと向かって、待ちくたびれているだろう人を思いながら、いつかレベル10になったらあのボスボラス海峡をまたぎヨーロッパを飛び越しロンドンまでひとっ飛びで行ってみせますから。どうか先輩、あと少し待っていてください。
昇進。2年1組有田弥生。私のお母さんはとても優しいです。でも怒るとすごく怖いです。なので私は怒られないように毎日いい子にしようと思っています。いい子にしているとお母さんはニコニコしているからです。お母さんが笑うと私も嬉しいです。お父さんもとても優しいです。私はお父さんに怒られたことがないです。その代わり私が悪いことをするとお父さんは悲しそうな顔になります。そうすると私も泣きそうになるので、もう悪いことはしないようにしようと思ってすぐに謝ります。でもこの前お父さんに謝ろうと思っていたら、その前にお母さんに見つかってしまいました。そうしたらお父さんもお母さんに一緒に謝ってくれました。そしてお母さんはとても困った顔になって、ずるいぞと言いました。私は何がずるいのかすぐにはわからなかったので、お父さんに聞いたら、お母さんは弥生のことが大好きだからだよと言いました。でもその後で私は、お母さんはお父さんのことが大好きだからずるいと言ったのだと思いました。私もお父さんとお母さんがとても大好きです。終わり。とのことだぞ、お父さん。何を恥ずかしがることがある？私は世界に向けて声を大にして叫んでも構わないというのに、弥生のことは当然として愛しているよ、春雪くん。たまには僕とデュエルをしないかい？